新通信、まあ、新フックから感じたとき、この体勢で、まあ、今のでフックスイープで一発で返したら、別にそれはそれで OK です、まあ、十分崩せた、まあ、でも、まあ、そこまでこう崩せなかった場合もあります、なんか相手の、まあ、ベースが重かった、でもそういうときはとりあえず、この新フックで相手の膝つかせてやります、ね。この時は、まあ、どこ引きつけて、とりあえずここが蹴り出して、ここが蹴り出して、蹴り出すとこのまま相手が膝ついてくれるんです。で、そのまま蹴り出しながら、この襟を引きつけて、こう体を起こしていきます。そしたらここで、まあ、これ相手の背中が取れたら、ここで右手でこう、帯という形を取ります。で、この体勢、相手はそれをコントロールしてるんで、帯取り、フックスイープしやすいです。で、この時にできたら、この袖持ってるのを、でここで直接手首持ってやる、左手で。直接手首持った方がよりコントロールしやすいです。そしたら、ここで右足を今度、相手の太ももにフックして、このまま、もう一回右足、相手の体を持ち上げながら、左足を振って、最初、こう外に出す。中に入ってたのを外に出す。これが結構大事です。このまま左足でマット蹴りながら、跳ね上げて、これスイープしてやります。まあ、有名な選手はこれ、バタバタのリスキーとか、この形です。この、膝が出てる状態だと、状態でこう内側にフックになって、まあ、かなり難しい。止めるだけならできるんですけど、ここはスイープ難しいんで。この状態で、こうね、よくやるんですけど、全くないから、新フックで蹴り出して、これ膝つかせて、そのタイミングで自分が、襟で自分の体を持ち上げながら、体を起こしていくんですけど、これ腕から帯取りできない。蹴り出すと同時にこう、体を起こしていく。そこで、パーッと帯取るときは、基本的に帯だけじゃなくて、帯と一緒にこういう道着、持てたら持てたんです、絶対。何個か長いで手首を持って、で、こう、帯取りの形でこう引きつけると、相手によってこう胸を張る感じでリアクションしてくるわけです。リアクションしてくる、こういう感じで。こう胸を張ってくると、逆に僕、こう、中にこう入りやすくなるんです。中に潜ります。潜るとよりこう、下からこう持ち上げる。相手が頭を上げてきたら、うん、自分がその下に入るようにして返して、まあ、これもう悪いんですけど、そのまま、この状態で進行。だから別に、まあ、別にフックスイープしなくても、とりあえずこの膝を寝かしたいときは、こう、シーフックで、ここで寝かしたい。そしたら、低くなるんで、ほかでね、脇差しの形とかでもできます。別に、まあ、いろいろやりやすい。相手膝を取る。そしたら、足回しして、シングフックして。ちょっと引きつけながら前に蹴り出す。で、その勢いで体を起こして。ここで相手が頭下がってたら、こういです。で、手首。相手が頭を上げてきたら、そこでこう潜って。こういう感じで。アウトを一番回す。ちょっとこれやってみたら、ポイントです。で、頭をこう、低くしていきたいと。これぐらいで。逆に取ってるんで、締めに向けるんですよ。こう僕がこう肘を止めたら、こっちを取れない。前襟だとできないんで、前襟はこう、まあ、強く突っ張るの強いですけど、あんまり引くのもいけないので、ただまあ、チョークいけないんで、逆にはチョークなんですけど、この時に、右足ですね。右足を思いっきり頭に取って、ここでできます。まあ、なるべくか。そしたら、ここで、左手で自分のこの足首を、下から、まあ、ラバーボードみたいな、行きます。で、肘を、そのまま天井に出せ、打つようなことで、そうしても、それで決まる。まあ、パンドコースです。柔道家の、パンドコースで、これを、柔道の試合で、この気持ちは、待てがある。まあ、ちょっとそれでは、違う形なんですけど、足とか足。
けないといけないんで、だから相手の頭が低くないとそもそもできないんですよ。ただ、相手が高いときに、こういう手は絶対無理です。こういう手はかけようとしない。でも相手パスをしようとすると、自然と頭が下がってくる。こういうときです。で、このときで、締めるって大事なのは、肘をこう、天井の組み合わせです。だから、なんかあんまりこれ難しいと、深すぎるとちょっとね、こう難しいですけど、肘が当たらなくなるので、肘がこう、垂直になるような感じ。それで、相手が頭が低いなと思ったら、まずは下に、下から編んだりとか、ここで止まって、で、そんな肘を。結構ペルトに行ったんですか？あ、無理だよ、無理です。そうですね。そういう感じで相手が頭近づいてる。まあ、持ち下げるって言うと難しいんですけど、まあ、まだ内側とか、この時に押さえて。やりましょうか。